阪神、才木浩と中日戦先発、球速もちょっと上げていきたい。17日の中日とのオープン戦、バンテリン D、2先発する阪神、才木浩投手、25、マナローハマでメディシンボールを使ったトレーニングなどで調整した。体調不良もあって登板予定が一度飛び、3日の日本ハム戦、札幌 D、以来のマウンドとなる。自分の状態を上げていくだけ、球速をもうちょっと上げていきたい。あとは空振り率とかファウル率、フライ率ももう少し上げていければ、と、直球の質を課題に今季4度目の実戦登板に臨む。才木には大谷にリベンジするという目標がある。15勝くらいしてメジャーに行けたら、その望みは叶うだろう。才木はパワーカーブ使って緩急差をつけれたらもっと無双できると思う。貴重な右のパワーピッチャー。今日は才木ちゃんが投げるから絶対勝つよ。病み上がり先発やけど、7回くらいは投げてほしいな。才木さん頑張れ。やっぱりいろいろ考えてるピッチャーはいいと思います。今年体作りに念頭を置いて変化球は増やさなかったけど、あんないいピッチングしてまだ伸びしろあるの魅力ある。ほぼ開幕ローテ決まりか。青柳、大竹、才木。大竹が門別に入れ替わる可能性はあるかな。今日の才木投手が5回をそこそこに投げれれば、役者は揃って開幕を迎えることになりそうだ。やっぱり今日は才木か。もう大丈夫なんだな。隊長、病み上がりやけど頑張ってね。球速の出る才木は鬼にかなぼう。今日は勝ってくれよ。これで開幕3戦目確定だな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。